皆さんこんにちは、なるほど天です。今日もスーパーブレインで遊んでいきます。さあ、41ステージからですね、10ステージクリアしていきたいと思います。カラスの手伝いをして水を飲ませてあげてくださいと。何ですかね、これ飲めないんですか。あ、飲めましたね。くちばしがあの状態飲めるんですかね。さあ、42ステージ、モグラ叩きしましょうと、懐かしい。ちょっと待って。塞ぎます。もう一個塞ぎます。あ、これ、ひしゃくですか、もしかして。自分で叩けば手で叩くとか、ダメですか。違いますね。とにかく、タイミング合わせればいいんですかね。叩いてませんか。それか、モグラ叩きしたら、遊んだらいいっていう感じですかね。これ右に来ないですね。待っておきますか。ん？違いますか。何かあるってことですか？右に来なくなっちゃった。え、なんででしょう？こすってもダメですか。それか、ここを叩くとか。他に何かあるんですかね。長押ししてもダメですよね。叩けてないんですね。わ、これはわからない。何でしょう。鍵使ってみましょう。他の2つの、ネズミなんです、これ。穴を塞いでからハンマー叩きますと。塞げてるんですか。どうやって塞いでるんですか。手で塞ぎますか。これ感知してるんですね、一応。私もさっきやろうとはしましたけど。さあ、では43ステージ、子供を泣き止ませられますかと。ねえねえ、バーッと。ダメ。ダメですか。音声認識はないと。難しいですね。長押しタイプが難しいですよね。何ですかね。真ん中になんか、顔っぽくなってますけど、気のせいですか。二人いらっしゃるんですか、俺、もしかして。逆さまにしてもダメと。こすってもダメ、長押しでもダメですか。あ、胡椒バルみたいな。横脇をこす、なんか、こすってみたらなんかあれなんですかね。そうでもない。何でしょう。さあ、これも難しいですね。じゃあ鍵を使いましょう。早く、もう今日2本目の鍵。もう左右に携帯振るパターンですか。初めて来ましたね。え、振ってますけど。あ、笑った。なんで、なんで笑ったんですか。子供をやすのは難しくないです。あ、抱っこしてからよしよしみたいな、そんなイメージなんですかね。頑張ってください。狼に捕まらないようにと。ん？どういうこと？ああ、こうやってジャンプできるんですね。普通のアクションゲーム、たまにやりますけど。この前のスイカのあれですよね。ああ！難しい。これはもしかして18秒間、あと逃げ続けないといけないですか？厳しくないですか？まあでも数多くのですね、ゲームでお遊びしてる、なるほどくんは、もうこんなの朝飯前ですけどね、ピョンピョンピョンと。ぴょんと。あー、ちょっと早くなってきて、やめてやめてやめて。あー、ちょ、間に合わない。あ、ダッシュ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 。もう連打。おー、ギリギリ。すごいですね、と。本当に、なんかそう思っていらっしゃるんでしょうか。まあ、私が意地悪するんでしたら、一番最後の方だけ、若干遅めにしてぶつかるようにしますけど。では、45ステージ。子供のためにリンゴを取ってくださいと。振りましょうか、まず左右に。ニュートンの法則で。お来ました。スマホを逆さまにしたら全部落ちましたね。こうだと思いませんかと。逆に他の方法も試してみたかったぞ。レベル41の46ステージですね。ワンちゃんが眠たいようですと。手伝ってあげましょうと。まあ、カーテン閉めますか。ダメ、これだけじゃダメ。あれ、消えた。消えてなかった。カーテンが消えちゃった。今度戻ってこない。ああ、これも壊せるんですね。ちょっと、はい。あ、食べちゃった。
え、もう寝ていいんじゃないですかね。なんで寝てくれないですかね。え、あ、これも食べる。あ、食べちゃった。ん、まだ食べる。あー、食べないですね。カーテンは、カーテン消しちゃうとダメだったみたいな感じですか。食べに行っちゃった。え、あ、これも逆にしてみますか。左右に振りますか。なんかいろんなパターンありますけど、長押しでもないですね。え、他に何かありますか。携帯こすってもダメと。わあ、ここまで来てわからない。ワンちゃんが眠たいと。目を閉じていただければ。これが布団にならないんですかね。さあ、では鍵を使ってみましょう。太陽、ワンちゃんの口の周りまでドラッグして、ワンちゃんに一口食べさせて、月にして。じゃ、カーテン出てこないんですよ。カーテン消えちゃったから。え、どういったらカーテンが左右に振っても、え、ダメですけど、カーテンが消えちゃったんですよね。戻ってきて、カーテン戻ってこない。消したらダメだったんですかね。じゃあちょっともう一回やり直しますか。さあ、ではこちらを食べさせて、で、これでいいってことですか。ちゃんと閉めないとダメなんですかね。こうですか。ああ、難しいですね。やっぱ月の光でも眠れないんですかね。私、光が少しないと眠れないんですけど、皆さんどうですか。さあ、47ステージ。天秤の均等を保ってくださいと。まあ、何も乗らなければ保てますよね。そうですよね。まあ、これは簡単でしたね。出ました。48ステージ。マッチシリーズ。マッチを1本移動して、数字を最大にしてくださいと。まあ、右の数字を3に変えて9にするのがいい。違うんですか。9。ああ、それか、ここに1本366ん、4桁にするとかいう、こっちじゃそれでもない。数字を最大にしてくださいですよね。逆さまにするとかですか。99。ん？でもまあ、左は9にするのが一番大きいですけど、真ん中は5にしたらちっちゃくなっちゃうけど、96、9、ん？ああ、3にならないか。こういうことですか。ここですよね。965じゃないんですか。ダメですか。他ありますかね。いや、ないはずです。鍵を、数字の3の右下に2本マッチがありますと。わっ、ほんとだ。じゃあここですか。いやー、これはほんと観察してないとダメですね。では49ステージ、あと2問ですね。6を出せばクリアよと。6は、まあ1の逆が6ですよね、多分。出ましたね。スマホを裏返したらとかいうわけじゃないんですね。ああ、本当に6分の1の確率で出るってことですね。さあ、では行きましょう。ラストマッチ、50ステージ。剣王を倒してくださいと。左ですか？バンパンマンさんですかね。これも動かせますね。ここまで持ってきますか。お腹に持ってきますか。違う。こっちを持っていく。違う。パン。なんか変なとこに当てましたけど。じゃあなんか使えますか。剣王はどなたですかね。この子を倒せばいいんですか。おりゃ。ヌンチャク。サンダル。まあ、大体ここに置いてあるアイテム関係ないですよね、いつも。そうですよね。それか、この子持ってくるパターン。なんでしょう。
振ったりいろいろしてみても、あれですね、やっぱなんか12、10、30と切りがいいところ難しいですよね。剣王がどうなったかわからないんですけど、まず大体わからないときは乗ってないパターン多いんですけどね。バット、私が倒すみたいな、重ねるパターンとか、いろんなパターンあるからですね、いろいろ試さないとわからないと。どういうこと？重ねてもダメと。左右に振ってもダメ、裏返してもダメ、あとあるのは長押しとかですよね。さあ鍵いきましょう。男の子のグローブをのけると、まあそもそも抜けないんですけど、男の子って右ですよね、左も男の子ですけど、グローブをどうやって抜けるんですか。長押し、ちょっと抜かし方がわからない。動くんですよ一緒に。どうやったら、何着、そういうことですか。真横にちゃんとずらさないとダメなんですね。これはチートですと。どう入ってたんですかね。危ないですよね。さあ、ではですね、今回の動画ですね、以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。